マイク・ピアッツァは、保守として、最多の10回シルバースラッガー賞を受賞している。シルバースラッガー賞は、ナショナルリーグ・アメリカンリーグの、各リーグからその年のシーズンで、最も打撃に優れていた選手が、各ポジション1人ずつ、計9人が、各チームの監督、コーチの投票によって選出される。指名打者制を採用している、アメリカンリーグは、投手の代わりに指名打者が選ばれる。 1980年、ケンタッキー州、ルイビルのバットメーカーであるヒラリッチブラズビー社が表彰を始める。名称は、自社商品であるルイビルスラッガーから取られた。受賞者に贈られるトロフィーは高さ3フィートである。保守としてのシルバースラッガー賞の受賞回数は、マイク・ピアッツァの10回が最多である。ジョー・マウアーが2009年に記録した打率、365。 出塁率444は保守としてのシルバースラッガー賞受賞者のシーズン記録である。ハビー・ロペスが2003年に記録した長打率687、43本塁打は保守としてのシルバースラッガー賞受賞者のシーズン記録である。マイク・ピアッツァが1997年と1999年に記録した124打点は 保守としてのシルバースラッガー賞受賞者のシーズン記録である。ジョー・マウアーは3回シルバースラッガー賞を受賞している。ポサダは5回シルバースラッガー賞を受賞している。ブライアン・マッキャンは3回シルバースラッガー賞を受賞している。ラッセル・マーティンはシルバースラッガー賞を受賞した2007年に21盗塁を記録している。ありがとうございます。